今回リサーチ動画の方をですね、撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。最近は咳の方もようやく治ったので、動画の方ですね、またバンバン撮影して、アップロードしていきたいと思います。じゃあまずこのサーチの右のアドバンスの方からですね、入ってもらいまして、でここキーワード、特に決めてないので、ジャパンと入力してください。で、次、ここ、ソールドにチェックですね。で、ここ3000以上ぐらいのもので売れたものをピックアップしたいと思います。で、ここ、ユナイテッドステーツ、アメリカになってるので、ここをジャパンに変えてください。で、ここ200ですね。そうすると、日本のもので、3000円以上で売れたものをですね、ピックアップしていきたいと思います。で、こんな感じで売れた商品が出てきますので、このビューっていうところにギャラリービューっていうのがあるので、これを押していただけると、画面が横になるので、こんな感じした方が見やすくリサーチの方できますので、ギャラリービューっていうのを押して、こんな感じの画面にしてみてください。で、こういった売れた商品がですね、これですね、例えば49,339円。これが日本円で売れた金額になるので、例えばメルカリ、ヤフオク、アマゾンでですね、例えばこの商品を3万円で買えたら、差額2万円ぐらい出ますよねっていう感じで、その差額を探すためのリサーチ動画ですね。で、気になった商品は僕は基本的にヤフオクかメルカリでしか購入しないので、ヤフオクであったりとかメルカリで、いくらで売られてるかっていうのを見るっていう形になりますね。そうですね、こんな感じでどんどん下の方に下げていただければ、いろんな商品が出てくるので、気になった商品はですね、メルカリでちょっといくらなのかなって感じで探していきたいと思います。いや、あんまないかな。いいの？何これ？僕ってウッパ、なんじゃそりゃ。これクラブにゲームキューブコントローラー。シャー。なんだっけ、メルカリ。これか。クラブ、違う。ゲーム。違う。ゲームキューブか。ゲームキューブ、シャー。あれ？出てこないんだ。あれ？ゲームキューブ。ゲームキューブになってた。なんだよ。あった。ゲームキューブ、シャー。シャーってガンダムのシャーなんですけども。高えな。2万2000円で売れてて3万円もすんだ。さすがにこれ高すぎですよね。こんな感じで1万6000とか1万4000、1万5000。これちょっと微妙か。多分普通のこういうのだったら、6万とかで出してもいいんじゃないですかね、多分 eBay で。これあんま、では2万ですからね、コントローラーだけで。だから普通にさっきのいけそう、だから全然いけますけどね、あれは多分。6万、6万高いんですよ。なんだっけこれ。ドリームキャストか。セガサターンの本体とかもあるんですね。スタバも結構なんか売れてますよね。高っ。ロックマン、ゲームボーイ、7000円。そんな高くないか。XBOX のマインクラフト。でも運ぶのはだるいですね。重いんで。もののけ姫のポスターが1万3000円。高っ。そんな高いんだろう。自由に行きますもんね。もののけ。ポスター。こんな感じで気になった商品は、
これか。違う？あ、これか。1キロみたいな。8000円。6500円。日本でも結構高いんですね。8000円、6500円。ああ、やっぱ昔だったら、ああ、そうですね。1000円ぐらいで。1500円とか。あ、これは？もののけ姫ポスター。いや、これ同じでしょ、多分。A3 サイズ。A3？ これ、A3 ではないような気がする。20インチ。50。何？ 50 センチ？ああ、でももう売ってるっちゃ売ってますね、こんな感じで。あ、これ違うんかな。やっぱ高いのか。いや、でもこのジブリのやつなかなか良さそうですね。ポスターのやつも。1万3000円とかで売れてたので、まあ普通に数千円抜けそうですね。まああとなんか1個ぐらいいいのないかなって思うんですけども。ステーション懐かしい。ゲームボーイカラー微妙っすね。なんだろう。ボヘミアン・ラプソディよ。これは？ヤマトフィギュア、カウボーイ。これ高いですね、1万5000円。まだ売れなそう。てか、無在庫だよね、これ。何これ、エヴァンゲリオンのマウス。そんなんだ。エヴァンゲリオンマウス。ないっすね。てかめんどくせえな、これ。なんか変なのいっぱいできた。ドリームキャスト。そんなもんあんのか。ドリームキャスト。あ、これか。1100円。しかも未使用で。で、こっち5700円。あー、これか。このちっちゃいやつですね、マウス。これが6000円ぐらいで。eBay だと売れてますね。5月6日に売れてますね。今日5月7日なので、まあ、昨日か一昨日ぐらいに売れたかなって感じなんですけども。いやー、ないっすね。これが単品で、あ、だからこの人にマウスだけ単品で500円で売ってくださいみたいな。ありっすね。そうしたらもう10倍ぐらい差額出てくるんで。あ、だからその出品者の方に交渉するのめちゃくちゃありだと思いますよ。マウスだけちょっと単品で欲しいんですけど、みたいな。なんか500円とか800円ぐらいで、買いたいですって言えば、もしかしたら売ってくれるかもしれないですよね。なんかちょっとあと1個ぐらいを探したいと思うんですけども。ああ、もういいのないっすね、なんか。なにこれ、高い。ゲーム、グーフィー。高そうっすね、日本でも。あとなんかないですかね、1個ぐらい。
リングルス、焼きそば、お菓子の持ちようかとかでなんか売ってんじゃないですか。80円ぐらいで。わかんないですけど。で、こんな感じで次へっていう形で。高いですね、タートルズ。これなんか売れてません？前から。あ、これじゃないか。ガンダムウィング。ガンダム。スーファミ。これか。4000円で、4個セットで2500円。しかもいいね13ついてるんですよ、これ。なるほど。こんな感じですね。ってことは、これ1本4000円で売れるので、僕であればこれを4000円で売れてるのであれば、あえて、4800円ぐらいで出して、で、これちょっとこの辺めくれてるので、これ3000円ですね。2800円とかで出して、で、これなんかかっこいいので、表紙が。これも3800円ぐらいで出して、で、これも3800円ぐらい。ってことは、まあ4000、4000、4000、3000。1万5000円ぐらいかな。だからこれ2500円で仕入れて、僕であればこれ1万5000円で出品しますね。で、1本売れたら元が取れて、残りの3本は全て総利益っていう形で、僕であれば売りますね。で、このシリーズなんか結構前からリサーチ動画してて売れてる履歴があったので、まあ、回転率もそこそこいいのかなっていう感じですね。で、この商品も、まあ、Amazon でいくらぐらいで売れてるかっていうのも下記の概要欄の方に載せておきますので、まあ、気になった方は見ていただければなと思います。あとは、まあ、そうですね、限定動画とかもどんどん出していこうと思うので、LINE アットの方でですね、もし気になったら登録の方よろしくお願いします。まあ、もっとリサーチ動画の方もですね、これからどんどん出していきたいと思いますので、参考になっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。